高松宮信仁親王は後に大正天皇となる皇太子の三男、つまり後の昭和天皇の弟として出生した。高松宮は皇族軍人の特別扱いにかなりの反発心があった。日記には皇族がなぜ必要なものか、どうも皇族はいらないもののようにしか思えない、とじくの身分や立場を否定する文章が綴られている。戦争後期の日記には天皇に対する愚痴めいた記述があり、天皇と高松宮の関係が悪化しているのがうかがえる。それは天皇と皇室や戦争の捉え方に違いがあり、高松宮は国家が存亡の岐に立つ極限状態においては立憲的行動から逸脱するのもやむを得ないという考えであった。一方、天皇はあくまでも立憲君主の行動から外れるべきではないと考えていた。最終的には高松宮の言うように立憲的行動から逸脱する政壇に頼らざるを得なかったことを考えれば、終戦工作も早期に成功したのかもしれない。高松宮日記は大英米戦争に突入していく日本国の行く先を憂慮し、苦悩する高松宮の姿が明らかになっている。先の大戦頃の歴史を研究するなら、ぜひとも読んでほしい第一級の国宝的昭和資料である。